日本改革党靴沢です。江東区区議会選挙に藤川博明が立候補しております。ご挨拶いたします。江東区議会選挙に立候補しました藤川博明と申します。よろしくお願いします。私の公約は次の通りでございます。江東区議会で外国人生活保護の件数や割合、国籍別などの実態を明らかにし、公表し、議会で廃止を訴えます。外国人の国保税滞納の件数や、日本人と比べて滞納率がどうなっているか、明らかにし、公表いたします。豊島区では 53% も滞納がありました。次に、成果の見えにくい委託事業、補助金事業を調査し、疑義があれば、糾弾します。関わっている議員や役所員も追及いたします。どうぞよろしくお願いします。江東区民の皆様、藤川博明にぜひご投票よろしくお願いいたします。江東区にお知り合いのいる方は、ぜひともお声掛けよろしくお願いします。